ズマチャンネル。はい、今回は去年の12月クリスマス頃に買ったバッグをお直ししたお話です。今写真に出ているものなんですけれども、見た通り新聞紙でできてるんですよね。もしからすると多分ドイツ語なんで、ドイツの新聞なのかなと思うんですけれども、私がこのバッグを買ったのは来年寅年だから買おうって買ったんですよ。こう見えてね、これね、このバッグは大丸デパートで買ったんですよね。まあお値段は400円だったので、多分大丸デパートで売ってるね、バッグ、あのショッピングバッグ、あのデパートのロゴ入ったね、あれを除くと多分デパートで売ってるバッグの中では一番安いものだったと思うんですけれども、まあ新聞紙でできてるのでね、やっぱりちょっと弱いかなって、水にも弱いかなって思うと使えなくって、このまま置いてあったんです。でもこのままじゃね、今年終わっちゃいますからね、寅年のうちになんとか使いたいと思ってお直しをしました。これはね、何をやってるのかというと、そこに蒸気を当てて糊を剥がそうとしてるんですけれども、まあ、結果から言うと、あの蒸気では剥がれるタイプの糊ではなかったみたいで、剥がすことはできませんでした。で、結果、ここもビリビリと手でね、もう無理やり剥がすことになってしまいました。はい。結果このようにボロボロになってしまいました。でもまあここ底なのでね、後で修繕すればいいかな、まああまり気にしないで先に進みたいと思います。使ったのはこれです。窓用目隠しシート、100均の商品ですね。あの半透明なあのビニールのシールなんですよね。これをこのバッグに貼っていくことにしました。はい、これを100均の目隠しシートを貼っているところですね。もう窓ガラスに貼るのと違って、失敗したらちょっと剥がしてやり直すっていうのはもう絶対できないので、もうすごい慎重に貼っています。まあ、端っこの方からこう慎重に貼っていきます。どうしてもね、こうシワになっちゃったりすることもあるんですけれども、そうなった場合はもうそこはもう仕方ないので、そのまま進んでいくしかありません。こちらちょうどね、あのトラがない方の面に貼っていますね。慎重にやっていきます。これね、目隠しシートで半透明なんですけれども、こう貼り付けちゃうと結構ね、透明度はね高いですね。ほとんどなんか貼ってあるのがわからないぐらいの感じになりましたね。そしてね、もっと難しいかなって、うまくいかないかなと思ったんですけれども、貼ってみると意外と、まあここちょっと苦労してますけれども、意外と思ったよりも簡単に貼ることができました。ただしね、もう本当に慎重にやっていますね。まあここの辺来るともうそこなんで、さっと行きました。はい、ここでできたところですね。で、この底のところを、まあ、カットしているところですね。はい、カットしてますね。はい、切れました。で、このはみ出した部分のところはこういうふうにこう斜めにカットして、反対側に折り込んで仕上げるというふうにやっていきました。はい、四隅を斜めにカットして、でそこを反対側に折って、ちょっとゴミついててゴミが手に、はい、でこうグッと折って、これは側面ですね。なんか反対側なので、あ、やばい、ここちょっとなんとか剥がすことできたみたいですね。完全にもうね、ギュッとこういう風に貼ってしまったらもう剥がせないんですけども、まだ軽くちょっと触ったぐらいだったら、うん、ちょっと剥がすことできる時もありますね。だけどもね、もう本当になるべくやらない方がいいかな。まあ、こうやってやって仕上げていきます。はい、これが出来上がったところです。
まあ、写真見てもね、どこが違うのっていう感じなんですけれども、ビニールのね、このシールを貼ったことによって強度も防水性も格段にアップしているので、これで安心して使うことができるようになりました。この度はご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。